再生機構っていうのはもともとね斎藤敦さんのやってたものと違って中小企業の再生機構って言って作っていきなりこんなもの持ち込まれて、はい、それで何じゃお億だっていうような話になってきたら、はい、これはもう,もう本来役割から言ったらね違うわけですよねしかしまあ今これしかないっていうことで、えー、やるわけですけれども私は法的整理しかないということを一貫して言い続けてきたんで。はい まあ、よううやくそここに来たと、はい、いうこといですね,です,ねですから、私的、えー、整理でもいいんですけど、私的整理の場合にはね、代わりにスポンサーを見つけるという作業が入ってきます、うん、会社構成法じゃなくてね、私的整理によ,よりますとで、その場合には私は JR 東にあのスポンサーになってもらうのが一番ということも、えー、書物では書いてるんですけれども、まあ、会社構成法で一回潰して、す、え、べ、ー、ての債権債務を整理して、そして、えー、出直すと。 えその代わり、年金だなんだっていうね、そういうしがらみの部分は、全部ゼロベースで考え直すと、生まれ直すとこれが私は一番だと思いますね、それから前原さんは、のその間もその国民に迷惑かけないように、ちゃんと飛び続けるというようなことを言ってますけども、JAL がなくてもね、不便だったら、しばらくは JR に乗るとかね、バスに乗るとか、いろんなことをしていって、 やっぱりこの際、JAL そのものをね完全にあの1回死なせて、それで産み落とさないとねいけないんで、私はその利便性なんていうものをねここでえ考えてはいけないと思います、やっぱり JAL、本当に産み直したいと思ったら、会社構成法で1回潰して、すべての債権債務を見直すと、そしてえゼロからスタートすると。 ここういういいととをやるべきだと思いますねですから今回のやつはあの会社構成法を使うにしても非常に中途半端であるというふうに思います。うん、それからあのデルタにするかアメリカンにするかっていうのことが一人歩きしてますけれども1,000億規模の金をここで突っ込むとね まあ、デルタは非常にあの大きな株主になりますよね、航空法だと確か25%までしか外国の会社は持てないんですけれども、えー、下手をするとそれを超えちゃう可能性もあるんでね、えーまあ、そうなってきたらどうするのかと、それから一方、日本の国内には国際線を外しちまって、そしてその穴にしろと言ってますよね、はい、穴に統一しろととととしししかしこうなっっってててくくるとデルタとしてはちょっと待ってくれと。 JAL、ね、の今のルートっていうものがあって太平洋線のシェアを2人合わせて50%以上と、まあ、53%に維持するっていうことを、えー、目論んでるから1,000億出すんでそれで政策の方がそこのところで違ってね穴に持ってっちゃうっていうとこれはユナイテッドですよね。ユナイテッドとそれから JAL の国際線のルートを取った。えーその JAL の国際線のルートを取ったアナと、うん、今の,そのース,ターラスターアライアンスグループですね、うん、これやっていった時には9割超えちゃうんじゃないですか、シェア。うん だからこれはもうあ、まあ、ノースウェストなんかもそのお考えなきゃいけませんけどもでもこれはね私はありえないことではないかなという気がするんですよねうん、うん、だからまだそういうアイデアをとろ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 やってるんでちょっと流動的なところはありますけど会社構成法でもって一回潰すということについては私は自分でもずっと言ってきたことでうん、うん、ようやくそこのところに来たのかという感じですね。うんうん あと報道で、新しい、その整理後、新しい日光の信用に稲森さんの名前が上がってるなんていう報道もありましたが、これはどうですかこれはねあの、最悪ですね、あのうん、私は最悪だと思います、うん、あのやっぱりねあの、なぜ出てくるか分かりますよね、すべ、はい、ての時の小沢頼みと、えーはいで、小沢は稲森頼みですから、はい、だからなぜ出てくるかわ分かるけれどもね。 実は JAL は今のまんまでもってこう潰れないようにしていこうと思うと労働の専門家がいるんですねまた経営の専門家がところが生まれ変わるんであれば航空業界の専門家がいいんですねで航空業界の専門家っていうことになると日本にはいないので世界中の見回してみてねそれで航空業界でターンアラウンド立て直しをやった実績のある。 えー、非常にその優秀な人たちいあのエアカナダを立て直したロバート・ミルトンなんていうのはね非常に優秀な人間ですけどもうちょうど引退してロンドンで悠々自適ですけど、うん、こういう人はやっぱり使うべきですね、うん、その人たちが来ないとあので労働問題はもう関係なくなりますから、えー、一回会社構成法やっちまうとね、はい、だからそこのところはもうですね一周が違うんです。うん、だからその こうやってなんとかやろうと思えば労働問題にそのうまい人が出てきてやらなきゃいけないんですけれども私は違うと思う、うん。 それからまあ稲盛さんもお年を考えればここで JAL の立て直しのような非常に難しい問題をやってかつまたその立て直しの最中に事故でも起こしてそして責任を取らされてね盤石をけがすとは言わないけど不幸なあのねあのなんて言いますかそういうふうなことになるっていうのはね私はやるべきじゃないし小沢さんだって本当に稲盛さんを崇拝してるんだったらそんなことやらせるべきじゃないと思いますね。 前、まあ、前原原さささんんんは京都でで元前原さんの講演会長が稲森さんですだからあの彼らが頭の中に思い描く経営の神様っていうのは稲森さんなんですよいい意味でも悪い意味でも、はい、ねだからそこに行っちゃうんだけど私はとんでもないことだったんます。うん